アンリオノレジローは、フランスの陸軍軍人。最終階級は、上級大将。パリ出身。保養時代のジロー。1940から1941年1900年、サンシール陸軍士官学校卒業。第一次世界大戦では、北アフリカで従軍。1914年8月、ギーズの戦いで重傷を負い、ドイツ軍に捕らえられた。2ヶ月後に逃亡し、オランダを経由で、 フランスに帰国した、大戦終結後、コンスタンティノープル中流軍に参加。1926年、第三次リーフ戦争の反乱軍の鎮圧のため、モロッコで従軍、アブドエルクリムを捕らえ、レジオンドヌール勲章を与えられた。その後、メスの司令官に就いた。1936年には、上級大将となり、第7軍司令官になった。同時期に、軍事参議官となり、 シャルル・ド・ゴールと出会った。この時期には、ド・ゴールが提案した、電撃作戦に反対している。1939年に、第二次世界大戦が勃発すると、1940年5月10日に、第9軍司令官として、オランダに進軍、厚生正面の右翼を担当することになった。しかし19日、新しく設置された、司令部に赴くと、すでにそこは、ドイツ軍に占領されていた。 ジローは捕らえられ、捕虜収容所として使われていたドレスデン郊外のケーニヒシュタイン城に収容された。収容中に逃亡の準備としてドイツ語を学んだり、周辺の地図を記憶するなどした。ジロー自身は後に、逃亡の目的は、大読公選の再開のみであったと語っている。1942年4月17日、要塞の陰でヒゲを剃りチロル棒をかぶって変装し、逃亡し、 BC 政権へフランスに逃れた。4月28日には、主犯のフィリップ・ペタン元帥と会見した。アドルフ・ヒトラーは、シャルル・ド・ゴールの著書、職業軍隊を目指してを読んで感銘を受けていたが、この著者がジローであると勘違いをしていた。さらに捕虜になった際、脱走をしないという制約をしたと思い込んでいた。ヒトラーはジローが、連合軍と連携する、可能性があると考え、 自発的にドイツへ投降することを求めた。ペタンやフランス軍総司令、フランソワダルラン元帥も同様にドイツへの投降を求めたが、ジローは応じなかった。ジローの逃亡はドイツによるフランス人捕虜への警戒となって現れ、待遇は悪化した上に一時帰国もできなくなった。ジローはその後南フランスに滞在していたが、6月頃からアメリカによる接触が行われた。 アメリカはド・ゴールを嫌っており、北アフリカにおける軍の協力者、しかも少々であるド・ゴールよりも上級者を望んでいた。当初前北アフリカ総督であったマキシム・ウェーガン大将に接触したが、高齢であったこととペタンへの忠誠を理由に断った。その次の候補者となったのがジローであり、彼は連合軍占領においてフランス領北アフリカにおける最高司令官の役割を期待された。 ジローは、この交渉に応じ、11月3日に、マルセイユからアメリカの特殊戦工艇に乗り込んで、北、アフリカを目指した。しかし、連合軍の北アフリカ上陸作戦目前の11月5日、ダルラン元帥が、息子の看病のためアルジェで、長期滞在を開始した。そこで、連合軍は、ダルランとの接触を開始した。流血を恐れたダルランはペタンに連絡した上で、これに応じ、 フランス軍の説得を試みることになった。ジローはこの計画について11月6日に知り、11月9日になってアルジェリアのアルジェに私服で上陸した。これは上級大将の軍服は別便で送っていたが行方不明になったことが理由であり、このこともあってジローは大きな役割を果たすことができなかった。北アフリカのフランス軍降伏はダルラン元水の説得によって、 順調に進み、11月11日までに次々と降伏していた。一方でヒトラーは、なぜジローを逃がしたのか。あの将軍は30個師団に相当する。と叫び、中フランスドイツ大使、オットー・アベッツが解任される。原因の一つとなった。11月13日、ダルラン元帥は、アメリカとイギリスの承認を受けて、北アフリカにおける、 フランス国家元首権軍司令官に就任した。一方で、軍事指揮権は二郎に与えられた。ダルランの政府には、旧 BC 政府高官が多数おり、二郎の政府もそれを引き継ぐこととなった。しかしダルランは12月24日、フランス人学生に暗殺された。連合軍の指示のもと、二郎は北アフリカの軍民最高司令官として、北アフリカにおけるフランス軍の最高司令官となった。 翌日、ド・ゴールからは自由フランスのフランス国民委員会と北アフリカ植民地を統合のための協議を行う申し合わせがあったが、二郎は時期尚早であると断った。ガルラン暗殺犯の捜査にあたって二郎はド・ゴール派の関係者を何人か逮捕した。これは本人によると、ド・ゴール派突破理白、ンリの仕業であるとアメリカが考えていたとあり、自らの無関係を示すためであったという。 実際ドゴールはダルランをフランス勢力結集の障害であると考えていた。左からジロー、ルーズベルト、ドゴール、チャーチル、カサブランカ会談にて1943年1月22日、カサブランカの近郊アンファで、英米首脳と共にジローとドゴールが会談を行った。この席で自由フランスと北、アフリカを統合し、ジローとドゴールの二党体制を行う。 呂兵英から要請があったが、ドゴールの拒否によって統合は失敗した。フランクリン・ルーズベルト米大統領は、ジローは愛国的な軍人で全く政治家ではない。ドゴールは軍人で確かに愛国的で国に献身している。しかし彼は政治家で強信家だ。彼の中にはほとんど独裁者の性質があると両者を評した。しかしカサブランカから帰着後、 ジローはダルラン暗殺犯として収監されていたドゴール派の容疑者たちをすべて不寄所にするよう命令し解放した。またパリ北もアルジェリアから追放されたアイゼンハワーとジロー。1943年自由フランスと北アフリカの統合問題をめぐって両者の確執はなおも続いた。しかし3月頃までには北アフリカでもドゴール人気が高まった。 ジローは3月14日に、ビシー政府の法令を無効とする演説を行い、ビシー政府からの決別を明らかにした。翌3月15日、ジローは、ジョルジュ・カトルー将軍を通じて、ド・ゴールとの統一協議のための会談を呼びかけた。両者の協議はその後順調に進んだが、ジローは、ド・ゴールを完全には信用しておらず、クーデターを警戒して、治安責任者には、 ドゴールと不仲であったエミール・ミュズリエ提ーを指名した。6月3日、自由フランスと北アフリカの統合が成立し、ジローとドゴールを共同議長とする国民解放委員会が設立された。その後も、ジローとドゴールの確執は続き、6月には、ドゴールが辞表を提出してジローが移留するという事件もあった。ジローは7月に訪米したが、 ルーズベルト大統領はド・ゴールについての懸念を伝えた。またロ郎はド・ゴール派の影響を抑えるためにアメリカのさらなる支援を要請した。当時アルジェではド・ゴール派とロ郎派による宣伝合戦が起こっており、ロ郎は自らの暗殺を懸念していた。9月12日から10月4日には自らの軍隊を率いてコルシカ島攻略作戦に参加した。9月17日には フランス大独抵抗派の統一のための暫定協議会が設立され、司令官となった。しかしコルシカにはド・ゴール派による放棄が発生しており、さらなる確執のもととなった。10月4日、ジローとド・ゴールの会談が行われたが、ド・ゴールは、ジローの行政手法を非難した。この席でジローは、あなたは私に政治の話をすると語ったが、ド・ゴールは、その通りです。我々は、 戦争をしているのです。戦争、それは一つの政治です。と返した。ドゴールは、この会談で、二郎の解任を決意したという、権力闘争に敗れた二郎は11月9日に、議長の地位を失った、軍司令官と暫定協議会司令官の地位は、保持したが、解放委員会によって1944年4月9日に、解任された。 この後陸軍総監の地位を提示されたが拒否した。8月28日にはアルジェリアで暗殺未遂に遭い、負傷した。1946年に行われたフランス憲法、制定議会選挙では自由共和党から出馬して、当選、第4共和制の憲法制定に携わった。1948年12月15日には、軍事参議官からも退官した。1949年11月、 ディジョンにて70歳で死去した。意外は、ホテルでザンバリットに葬られた。ありがとうございます。